ダイヤモンドリリーは南アフリカ原産の彼岸花科の植物で、光が当たると花びらが反射しキラキラと輝くのが特徴です。掛川市の観光植物園加茂草花鳥園には、赤や白、それにピンクなどおよそ1500株のダイヤモンドリリーが展示されていて、今見ごろを迎えています。色がね、独特だよね。こう美しすぎるくらいだね。また江戸時代から残る庄屋屋敷には、昔の調度品などと一緒にダイヤモンドリリーが飾られていて、趣ある雰囲気に訪れた人たちは癒されている様子でした。加茂草花鳥園のダイヤモンドリリーは今月いっぱい楽しめそうだということです。